みなさんこんにちは。オイラのところに遊びに来てくれてありがとうさんだにゃん。状況は人それぞれ。普通の人間からは信じられないようなことをしてきた人間失格とも言えるような相手が、この先どんな悲惨な末路を歩むことになるのか。こちらの白猫タロットとキングダムナイトルノルマンカードのヘキサグラムスプレッドにて占ってみたにゃん。お前さんへのアドバイスはこちらのグッドタロット、タロットドラニュイ、そしてドラニュイルノルマンからそれぞれ1枚ずつ引いてみたにゃん。各選択肢の最後にはこちら浄化除霊効果のある 741Hz の音差を鳴らしているので、ついでに聞いてもらうのをおすすめするにゃん。すべての動画の最後には実写版おまけ猫動画もあるので、最後まで見てくれると嬉しいにゃん。では今回もタイ人形から3択。 A ユニコーンのスター、 B コアラのカレブー、 C 金魚のサミー。直感で気になるものを選んだらタイムスタンプへ飛んでくれにゃん。では少し時間を置くので、また後でー。はい、ではこちら A のユニコーンのスター、 A を選んだ人の人間失格なニャローは、過去の過去にお前さんとすでに吸ったもんだがあって、お前さんとやり直したいと思っているとんでもねえニャローなんじゃないのかにゃ。そうじゃなくて仕事で見ているような人は、そいつにとって恐れ多い女上司がいるとか、まあそれは例えばお前さんだったりとか、仕事上でのトラブルを抱えている、そんな感じがするんだにゃ。他の女もしくは男と浮気しているやつ、そんな風にも取れるんだけれども、最終的には悲惨な末路が待っているので、一枚ずつ見ていってくれにゃー。タロットとルノルマンは相手主軸のヘキサグラムスプレッド。こちらの3枚はお前さんへのアドバイス。まず相手の欠点なんだけれども、太陽の逆位置とネズミのカード。ルノルマンのネズミは欲深くてストレスの頑強そのものを表すやつなんだにゃー。太陽の逆位置、すっげえこいつ自信過剰なやつなんじゃないのかにゃ。もしくは逆に小心者、不満ばかりで努力はしない、浪費癖はあるわ、不健康そのもの、痛風になっちまえっていう感じなんだにゃ。そしてそいつの過去、現在、近未来なんだけれども、過去、月の逆位置とルノルマンは道のカード。そいつにとって何かしらの転機、ターニングポイント、迷っていたことみたいなことがあったんじゃないのかにゃ。月の逆位置はやつにとってもやもやしていたような心配事とか不安なことがはっきりしてきた、良くも悪くも何かが明るみになった、そんな過去があると思うんだにゃ。現在はワンドのクイーンと怒りのカード。怒りは仕事を表したりとか安定とか安心を表したりとかするんだけれども、これワンドのクイーンだから上司なのかにゃって思ったんだけれども、まあ、そうじゃなくてもお前さんのことだとしたら、仕事と家庭を両立している頼もしい妻とか、なんか面倒見がいい人、情熱的な人、まあ、そんな感じでも見えるんだけれども、まあ、浮気相手とでも読めるんだよにゃ。でちょっと分かりにくかったんで、もう一枚補足で引いたらソードのクイーンが出たんで、なんかこれ上司の匂いがプン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 するんだにゃ、まあ、例えて言うなら2番じゃダメですかみたいなことを言うような人、そんな感じなんだにゃ。まあ過去から現在にかけてなんか許されたような、なんか認められたような、なんかそんなような状況にそいついるのかにゃなんて思うんだけれども、まあそれはこれが正位置で出ているからっていうことなんだけれども、近未来は恋人の正位置とルノルマンは女性のカード。これもだにゃ、ちょっと分かりにくかったんで補足をもう1枚引いたんだにゃ。そしたらソードの3、何かこれショックなことがあったからこうなっているって感じなんだけれども、まず女性、これはお前さんなのか他の女なのか、まあ男性が見ていれば女性性強めの、まあその本人なのか、まあその辺当てはめて見てもらえればいいんだけれども、恋人の正位置が出ているんだにゃ。まあこの現在から近未来にかけて何かにハマるんだにゃ。なんか恋愛にはまるっていう要素の方がすごくしっくりくるんだけれども、ロマンチックが止まらねえんだにゃ、こいつ楽しくてたまんねえな、おいみたいな感じで浮かれすぎなんだにゃ。今しか見えていない、今さえ良ければそれでいい、恋愛じゃなければ趣味などにはまっているとか、なんかそんなような感じがするんだにゃ。で
お前さんは一方どうなのかっていうと、ペンタクルの7の逆位置とルノルマンは家のカード。家は、まあ家庭問題とかプライベート、まあ奴のことに関してだと思うんだけれども、まあこれ不安でいっぱいいっぱいなんだにゃ。もはや投げやり。こんなはずではなかった。そんな感じなんだにゃ。そして奴はソードの8の逆位置とルノルマンは鍵のカード。鍵は打開策とか解決策とか解放されたい、まあ、このカードもそんなような感じなんだけれども、今の状況、そいつにとって苦しい状況から解放されたいんだよ。逃げ出したい、克服したい、誰か助けてくれみたいな感じで、すごくこいつ自分勝手なんだにゃ。人間失格にふさわしい、そんな出方をしているんだにゃ。そして最終的には審判の逆位置と男性のカード、これもやつなのか、まあ男性性強めの女とも読めるんだけれども、もうこれ審判の逆が出ている時点で奈落の底に突き落とされる羽目になるんだにゃ。まあ過去現在近未来と浮かれ調子でいたんだけれども、地獄に落とされるみたいな、報われないことが起こるんだにゃ。要は全てはご破産、過去があっての今と未来、修復はもはや不可能、これ持病が再発するとも読めるんだにゃ。まあこれは都合のいいめめしいやつで見ている人は復縁は無理、浮気しているやつはもう元には戻れず、相手からも疎遠にされて全てを失う、そんな感じがするんだにゃん。そしてお前さんへのアドバイスはこちら、タロットドラニュイからはエンプレス、女帝のカード。安らぎとか豊かさを手に入れることができるよっていうカードなんだけれども、ラッキーカードそのものなんだにゃ。ただしこの女帝のカードっていうのは、何かを作り上げるには生みの苦しみはあるよっていう、そういうことを伝えるカードでもあるので、まあここに騎士と戦車のカードも出ているので、あ、まあそんなような厳しいことも言っているなっていう感じなんだけれども、基本めっちゃいいカード。そしてこちらのドラニュイ・ルノルマンからは騎士、状況を好転させたければ自発的なアクションが大切だよっていうことだにゃ。まあ生みの苦しみみたいなもんだにゃ。保守的になるよりも前に進むべし、明るい未来が待っているカードなので、自信を持って行動して OK だよって言ってるにゃ。嬉しいお知らせが来る吉報のカードだったりもするので、いいことがあるかもにゃ。そしてグッドタロットからは戦車、もうこれ勝ったも同然、ガンガン行こうぜって感じだにゃ。暴走しすぎの暴走機関車トーマスにならぬよう、時々減速したりブレーキをかけたりして調整してくれにゃ。ほい、ということでちょっと読みにくかったんだけれども、自分のしでかしたことは棚の上にあげる人間失格なニャーローは、将来的には生き返れにゃい、まるでゾンビのごとく妖怪人間のようになるという悲惨な末路をたどるのである。お前さんまで噛みつかれてゾンビにならないよ、こいつからは距離を置いて豊かな人間ライフを送ってほしいにゃって思うにゃ。ではこちら B のコアラのカレブ。 B を選んだ人の人間失格なニャーローは、仕事上でのハラスメントニャーロー、もしくは家庭での DV ニャーローなんじゃないのかにゃ。こいつにはそろそろ不運が訪れそうな気配なんだけれども、ハラスメントに加えてきっと態度や行動に腹が立つニャーローなんだにゃ。最終的には負のループが待ち受けていそうなので、怒りが収まらなくってお前さんがお縄になる前に最後まで一緒に見ていってくれにゃ。タロットとルノルマンは相手主軸のヘキサグラムスプレッド、こちらの3枚はお前さんへのアドバイス。まず相手の欠点なんだけれども、ペンタクルのキングの逆位置とルノルマンは鳥のカード。鳥はコミュニケーションとかコミュニティみたいなものを表しているんだけれども、ペンタクルのキングが逆に出ているっていうことから、こいつ話が噛み合わないやつ、ずれている、まあ要は世間知らずとか、いい意味で真面目すぎる、応用が効かないとも言えるんだけれども、能力もないのに欲深いアホのこっちょみたいな感じなんだにゃ。金は散財しまくるし責任感もないやつなんじゃないのかにゃ。こいつの過去、
現在、近未来なんだけれども、過去、カップのページの逆位置とルノルマンは太陽。太陽は成功とか栄光を示すんだけれども、カップのページが逆に出ているんで、そういったものを夢見ている、夢見るこのカードなんだけれども、やつのことなんじゃないのかにゃ。根拠のない自信はあって、ポジティブバカなんだにゃ。そして現在はカップのナイトの正位置とルノルマンは怒りのカード。怒りのカードは仕事とか安定、まあ悪い意味で言うと頑固者みたいなことを示すんだけれども、カップのナイトが正位置で出ているので、とりあえずこいつ夢に向かって進んでいる最中、自分は白馬に乗った王子様だと勘違いしているんだけれども、それはミッチーだけで十分なんだにゃ。とりあえずいい人を演じているんだけれども、裏があるやつなんだにゃ。優柔不断のカードでもあるんだにゃ。近未来は運命の輪の逆位置とルノルマンは月のカード。月は仕事から生じるような栄光とか名誉を示しているんだけれども、運命の輪が逆位置に出ているんで、そういうことに関して不運が訪れるんだにゃ。全てにおいて恵まれないことが起きそう。特に仕事や感情面でズタボロな近未来が待っていそうなんだにゃ。そしてお前さんの方はどうかっていうと、カップの10の逆位置とルノルマンはコウノトリ。コウノトリは変化とか改善を意味するんだけれども、カップの10が逆に出ているんで、家庭問題とか職場の人間関係で悩んでいる、いい展開が期待できない、そんな感じだと思うんだにゃ。それは何が原因かっていうと、ヤツなんだけれども、ヤツはソードのキングの逆位置とルノルマンはクマ。クマは上司を表したりとか権力を振りかざすやつ、頑固なやつを示すんだにゃ。ソードのキングが逆に出ると、北の将軍様のカードってオイラは呼んでるんだけれども、とにかくこいつはハラスメントにあろう、言葉の暴力はピカイチなんだにゃ。独裁的で冷酷極まりにあい、こんなやつが周りにいたら精神的にやられるに決まっているんだにゃ。で、最終的にそいつどうなるのかっていうと、ソードのヨルマンは無知のカード。無知はすっげえ厳しいっていう現実を示すカードなんだけれども、しつこいとか繰り返す、そういったことも示すので、こいつトラブル続きになるんだにゃ。例えば誹謗中傷とか論争みたいなことなど、病気の再発みたいなことも考えられるんだにゃ。っていうのはソードの4が出ているんで、こいつもしかすると寝込み決定なんだにゃ。入院かもしれないにゃ。一歩間違えば幽体離脱もできてしまいそうなんだにゃ。まあ、要は一旦動きが止まる、辞めるまでいかなくっても仕事は休職するとか、そんな感じなんだにゃ。金も使えず、言いたいことも言えず、自由が利かない悲惨な末路、おとなしくならざるを得ないという結末なんだにゃ。そしてお前さんへのアドバイスはこちら。タロットドラニュイからはソードのキング、情は挟まずに冷静に分析したりなどしてジャッジしてくれって言ってるにゃ。もはや自分こそが北の将軍様になったつもりでこいつにミサイルを放つのもいいかもしれないにゃ。こいつはソードのキングの逆位置だから、あくまでもお前さんは理性的に論理的に自信を持って攻め込んでくれにゃ。このソードのキングっていうのは弁護士とか表したりとかするようなカードなので、法に強い人をお前さんの味方につけるっていうのも手かもしれないにゃ。そしてドラニュー・ルノルマンからは指輪のカード。これは恋愛で出るととってもめでたいカードなんだけれども、契約事などがある場合はスムーズに進むけど、きちんと約束はしないと先送りになるので気をつけてくれにゃって感じなんだにゃ。運勢的にはいいので、健康面も金銭面も指輪のごとく円満って感じだにゃ。そしてグッドタロットからはワンドの7、お前さんが有利なことを表すカード。ただそれにあぐらをかいて慢心せずに身を守るっていうか、物事、まあ、厄介事を進めていかなくてはいけないんだにゃ。現状維持だけはキープをしてくれって言ってるにゃ。ほい、ということでこいつには今まで散々蹴散らかしてきた天罰が表される羽目になるんだにゃ。しかもそれはしつこく続くというナイトメアなんだにゃ。お前さんはカードからは有利な立ち位置みたいなので安心してほしいんだけれども、こいつを上回るくらいのソードのキングになってぶった切ってほしいにゃって思うにゃ。
はい、ではこちら C の金魚のサミ。 C を選んだ人の人間失格なニャローは都合のいい怠け者なんじゃないのかにゃ。家庭ではぐうたら亭主、誘惑に弱いのでギャンブル癖、浮気癖なんかがあるかもにゃ。仕事で見ている人にとっては信用ならぬやつに違いにゃい。自分のことしか基本考えてにゃさそうなので、やっぱりこいつの思い通りの結末は迎えられないんだけれども、よかったら最後まで一緒に1枚ずつ見ていってくれにゃ。タロットとルノルマンは相手主軸のヘキサグラムスプレッド、こちらの3枚はお前さんへのアドバイス、相手の欠点なんだけれども、ソードの4の逆位置とルノルマンは星のカード。そもそもこいつ問題に向き合おうとしない、改善する気がないっていうのが星がソードの4の逆と一緒に絡むと物語っているって感じなんだにゃ。こいつダラダラしすぎなやつ、ぐうたら亭主、寝てばっかりでやる気もなし、サボり癖もすげえと思うんだにゃ。しまいには呼んでもタヌキ寝入りをするようなやつじゃないかにゃ。そしてこいつの過去、現在、近未来なんだけれども、過去、ソードのエースの逆位置とルノルマンは棺。棺はお前はもう死んでいる、終わっている、ご愁傷様のカードなんだにゃ。ソードのエースの逆が出ているので、こいつは疑い深いし、攻撃性はすごいし、残忍で冷酷なので、何かトラブルを過去に起こしたんじゃないのかにゃ。そして現在はソードの6の正位置とルノルマンはネズミのカード。これは過去からの被害が現在進行中だと思うんだにゃ。時間や金も無駄遣いし放題なにゃろう。このネズミは病気は蔓延するっていう意味もあるカードなんだにゃ。そしてソードの6、そんな困難な状況からこいつは都合よく脱出しようと思っているっていうか、もう脱出している最中かもしれないにゃ。考え方を切り替えたり、過去のしがらみを断ち切った、そんな自分勝手な様子がうかがえる。そして近未来なんだけれども、恋人の逆位置と指輪のカード。指輪は結婚とかパートナーとか、まあ、仕事なんかの契約事みたいなことを示すんだけれども、恋人の逆が出ているんで、だがそうは問屋は下ろさないんだにゃ。この現在の逃げている様子から、こいつとパートナー関係の人はおそらくお前さんに捨てられるとか、残念な近未来が待っているんだにゃ。浮気をしていたようなやつは誘惑に弱いので、引き続きその相手とダラダラ続くかもしれないんだけれども、うまくはいかないんだにゃ。仕事はダラダラで長続きしない、そんな感じのやつ。そしてお前さんはどうなのかっていうと、カップのキングの正位置とルノルマンはヘビのカード。ヘビは難解な問題に立ち入っているっていうような、そんな感じなんだにゃ。もしくはこれライバル、相手の女を表すようなカードでもあるんだにゃ。そしてカップのキングは器が広くて優しい人を示すんで、これお前さんか、まあ、他の誰か、まあやつではないっていう感じなんだけれども、そういう人を表しているんだにゃ。ひとまず、まあ、カップのキングなんで問題を受け入れてはいる、そんな感じなんだにゃ。そしてやつはどうなのかっていうと、悪魔の逆位置と花のカードなんだにゃ。花は嬉しいこととかプレゼントとかお誘いとかを表したりするんだけれども、まあデビルが逆に出てるんで、こいつそういう誘惑に弱いのですぐ流されるっていうか、まあこいつは都合よく人間失格なことをしてきたくせに、自由になりたいとか解放されたいって思っているんだにゃ。いい意味では気持ちを入れ替えようとは思っている、だけれどもすぐ流されやすい。例えば女だったりとか薬だったりとかギャンブルとか酒とか、まあ、要は倫理に反したこと、そういったものの誘惑に弱いやつっていう感じなんだにゃ。だから近未来もそういう感じで流されやすいカードが出ている。そして最終結果はワンドのページの逆位置とクローバー。クローバーは都合のいいやつっていうのを表したりとかもするんだけれども、チャンスとか幸運はつかめないっていう感じなんだね。まあ、ワンドのページが逆に出てるんで、まあ、最終的な悲惨な結末はどうなるのかっていうと、意欲も持続力もないので残念な結果しか待っていないんだね。はちゃめちゃな自分勝手なやつなので、仕事も恋愛も家庭もうまくやっていけない、嬉しくないお知らせが届くっていう意味もあるカードなんだにゃ。
そしてタロットドラニュイからはお前さんへのアドバイスはソードのエース。お前さんの精神力と知性で勝利は約束されたようなものなんだにゃ。正しい判断も下せるはずなので、最後の力を振り絞って問題に立ち向かってほしいにゃんって言ってるにゃ。そしてドラニュイ・ルノルマンからは本のカード。この本は開いている本のカードなので、知識とか、まあ、勉強とか、まあ、調べるとかそういった意味合いがあるんだけれども、解決したいことはほったらかしにはしないこと、人生をもっと豊かにしたいと望むことで道は開けていくって言ってるにゃん。もしかするとお前さんの求めている答えは偶然巡り合わせた本の中にあるかもって言ってるにゃん。そしてグッドタロットからは塔、タワーのカード。これは状況を改善するためには考え方や意識を変えなくてはいけないっていうことなんだにゃ。もしかすると衝撃的なことがあるかもしれないんだけれども、人生をやり直すチャンスでもあって、どうせやるなら根底から覆して立て直してくれって言ってるにゃ。中途半端な修復はまたガタガタ崩れるって言ってるにゃ。ほい、ということでこのダラダラズルズルな人間失格に野郎は、もしかするとお前さんの優しさがあだとなる可能性もあるので、ビシッとバシッと愛の鞭と言わず女王様のような鞭で耳すばれができるくらいに厳しくやっつけてほしいにゃ。それでもダメならお前さんのために潔く捨ててほしいって思うにゃ。要は悪縁は断つっていうことがいいってことだにゃ。以上が本日の適当占いだったにゃ。嫌なことは右から左、嬉しいことはまんま受け取って参考にしてくれにゃ。信じるか信じないかはあなた次第。今後もこういった系統の占い動画をちょくちょく配信予定なので、よかったらチャンネル登録もよろしく頼むにゃ。この後実写版おまけ猫動画もあるので見てくれにゃ。